見えるか？あの支柱が徳川本社ビルだ。なるほど。確かにあの支柱にこのコロニーが支えられているように見える。コロニーの地表面とウィンドウ面をつないでいる。お前の言う通り、徳川は俺たちの手には負えんかもしれんな。おじけづいたか、ジョナサン。俺はビヨンドについても徳川についても何も知らない。その分俺が知ってる。そのためのパートナーだ。その根性なら安心だ、相棒。ここが徳川本社ビル、通称プロップだ。コロニーの天と地を支える支柱、プロップか。じゃあ徳川ビルへ入るぞ。ここが徳川ビルのフロントだ。建築史上有名なところだ。いらっしゃいませ。どういうご用件でしょう？BCP のものだが、ちょっと聞きたいことがあるんだが。警察の方？はあ、何でしょう？重要なことなんだ。15日の午後、北条賢三という人物がこのビルに来てるはずなんだが。待ってください。何しろ来客が多いもので、一人一人については。来客記録を見てみます。ここから中に入る人は必ず来社時間と退社時間を記録しているはずですから。ありました。はい、確かに15日の16時に北条賢三さんが来社されています。記録によるとそのまま会長室にお通ししています。ということは定興もその時間にここにいた。退社時間は？退社時間は、あれ、おかしいですね。消えています。退社時間は記録にありません。この記録によると北条さんはまだこのビルを出ていないことになりますね。他に出口は？非常用の出入り口はいくつもありますが、チェックシステムを抜けることは容易ではありません。つまり北条の痕跡はここでぷっつりと切れているってわけか。このビル内に幽閉されているか、あるいはただならぬ方法で外に出たか。ロレインが言ってたように、この状況で会社から捜索願いが出ていないのはおかしすぎる。徳川が臭いな。そんな、おかしいですね。いいか、ジョナサン。北条家へ向かうぞ。北条の家か。どうした、ジョナサン。気が進まない。触れてはいけないのかもしれない。ジョナサン、もう片足を突っ込んでるんだ。引き返さない。ああ。避けては通れん。分かってる。北条家、ロレインの家。ここが北条家らしい。ここにロレインが。娘のカレンがいるはずだ。彼女に話を聞こう。ジョナサン、娘のカレンは BBC の人気キャスターだ。カレン北条。聞いたことがあるだろ。ロレインがそんなこと言ってたな。ニュースキャスター？もしや彼女はロレインの生き写しだ。ロレインの娘か。いいなジョナサン。30年も経っているんだ。お前にとっては3年前のことに思えるかもしれんが、冷静に受け止めるんだぞ。はい、どなたですか？ BCP の者です。ちょっとお話を伺いたいのですが。こうかな。ロレイン、いや、カレンさん。ええ、カレン北条です。あなたはジョナサン・イングラム。あなたイングラムね。ああ、そうだが。帰って。どうして私たちの家族につきまとうの？これ以上私たちを苦しめないで。お願いよ。カレンさん、そんな気はない。俺はただ、地球でロレインに、君の母親に頼まれたんだ。父親を探し出してほしいって。その母さんも、あなたに会いに行ったばっかりに。どうして父や母が、どうしてなの？あなたよ。ジョナサン・イングラム、いつもあなたが原因よ。あなたが母を殺したも同然よ。つきまとうのはやめてください。父は私が探します。帰ってください。カレンさん、あなたはジョナサンを誤解してる。あなたは？私は BCP の風紀課のエド・ブラウン。ジョナサン同様、君の母さんの古い友人だ。ジョナサンがロレインや君たちを苦しめるなんてとんでもない。俺はこいつと古い付き合いだ。こいつのロレインへの気持ちは誰よりも知っている。知ってるわ。母さんもあなたのことをずっと思ってた。母は父にいくら言われてもあなたの写真いつも持ち歩いていたもの。父さんかわいそうだった。母さんは忘れなければならなかったのよ。そのことで父と母は喧嘩が絶えなかったわ。私はそんな二人を見て育ったのよ。幼い頃からジョナサン・イングラムを恨みながら。知らなかった。すまない。カレンさん、君の気持ちはよくわかる。だが、ジョナサンを恨むのは間違っている。こいつはつい3年前まで宇宙をさまよっていたんだ。カレンさん、聞いてくれ。君も君の父さんも大変な事件に巻き込まれてるかもしれない。俺は君たちを助けたい。君たちの力になりたい。カレンさん、どうか分かってくれ。わかったわ。うるさくされると迷惑だから、中に入って。ありがたい。さーて、どうしましょう、刑事さん。へえ、内装も素晴らしい。ロレインのことは？母の仮葬儀は終わりました。母は友人も少なかったし、私だけの寂しい葬儀でした。遺体は？難しいみたい。せめてお骨だけでもって思うんですけど。残念ながらビヨンドへの遺体の持ち込みは許可されないでしょう。父が知ったらどんなに悲しむか。遺留品は？遺留品も無理らしいです。そうですか。お気の毒に。ロレインに君のこと頼むって言われた。そうですか。カレン、この写真。この写真。ロレインとの写真だ。処分は君に任せる。え？どうして？ロレインはここにいる。このビヨンドに生きている。俺のところじゃない。処分は任せる。わかった。おかしいな。音楽が鳴らない。変ね。ほんとノイズばかりね。こんにちは。ニュースオーダーの時間です。ビヨンド建設記念日を間近に控えた今日、地球へ回廊運動の決起集会が行われました。集会には約1万人以上のリーペイトリエイティストらが徳川ビル前に集まり、BCP の間に衝突もありましたが、けが人は出ておりません。BCP では建設記念日に向けて、テロ活動への警戒を呼びかけています。以上、 BBC からお伝えしました。これも CG ですね。ええ、そうです。私のデータからコンピュータが作り出した本物そっくりの映像です。北条さんの部屋を見せてもらえないかな。父の部屋？ああ、書斎なら。書斎があるんですか。ええ。それじゃあ書斎を見せてもらえますか。どうぞ、こっちです。ここが父の書斎の日本間です。そのカードは？父の ID カードじゃないかしら。それは確か予備のコピーカードです。父は用心深い人でしたから。カレンさん、ちょっとこれ預かってもいいかな。いいですけど、徳川には内緒ですよ。コピーがあったなんて知れたら大変ですから。日本古来の家紋表です。父はどうしてこんなものを貼っていたんでしょう。家紋の下に大役が書かれているわ。それはロレインの母さんの仏壇。まだホームから遺体が届いてませんけど。遺体をビヨンドへ入れるには手続きが非常に難しいんだ。母さんも日系人だから仏壇に。ロレインが死んだのは俺の責任だ。彼女は助けを求めてきた。俺を頼って。しかし俺は彼女を追い返した。辛かったんだ。でも母さんは幸福だったはずです。あなたに会えて。それが何よりもの慰め。カレンさん、どうも役に立ちましたよ。カレン、すまなかった。私、真実を知りたい。だから約束してくださる？どんなことが分かっても父に関すること、私に隠さないで教えてください。母に代わって依頼料は払います。分かった、約束しよう。しかし金はいらない。この件はロレイン本人から頼まれたものだ。依頼人はロレインと俺本人だ。ジョナサンって呼んでもいいかしら。ああ。ジョナサン、私さっきは言い過ぎたわ。ごめんなさい。カレンさん、ロレインがあんなことになったんだ。あなたも安全とはいえ、何かあればすぐ BCP まで連絡してください。部下を送ります。ありがとう。じゃあカレン。あ、ジョナサン。なんだ。あなたずっとタバコくわえてたわね。こいつは病気なんだ。気に障ったのなら。いえ、母からはそんな話聞いたことないから。大丈夫、このビヨンドにいればやめるさ、きっと。そうね。じゃあ失礼するよ。ジョナサン、気を落とすな。時間がかかるが、きっと彼女も分かってくれる。だといいが。それにしてもお前、カレンさんの胸には何もしなかったな。どういう意味だ？魅力的な女性を見るといつも胸を触ってたろう。そんな記憶はない。そういう時だけごまかす気か？彼女には何もできない。あまりにも似ている、ロレインに。まあ忘れてくれ。